株式会社 DYM と、渋谷焼肉座布団の代表として本日試合をさせていただきます飯塚と申します。本日、試合させていただく元プロの水沢選手と、戦えるといったことでとても楽しみにしておりますので、六本木素人革命起こせますよう頑張ります。よろしくお願いします。2018年に、入社して、今新卒2年目です。最初はですね、人材事業部っていったところで、働いて1年間働かせてもらって、その後、2年目の2クォーター目から、座布団の、今飲食店の方で、責任者をやっております。正直最初聞いた時はすごいびっくりはしたんですけれども、はい、まあ、なかなかできることじゃないし、他の会社でなかなかそういうの任せてくれる会社少ないと思うので、まあ食わず嫌いじゃないですけど、やってみてから考えようって思ってって感じです。いろいろ考える前に「はい」って答えました。はい、普通に人事からパッて連絡が来て、はい、今から面談できる、前任者が辞めてたんで、はい、あ、これもしかしたらあるなって思ってたら、飲食どうって言われてあ、別にやりますよって言って、はい、やることになったって感じ。小学校の低学年ぐらいですかね。だから10年ちょっとぐらいになりますね。いろいろ道場回って連れてかれて強くしたいみたいな水曜日のクラスはめっちゃしんどいクラスで、今でも明確に覚えてるんですけど、水曜日だったら朝からお腹が痛いんですよ小学生の時って本当にお腹痛くて、はい、多分精神疾患だったと思います、あの頃で検査してたら、はい、それでも行ったりしてて、どちらかというと僕続ける力があるという、辞める根性がないって言ったことらしいかな、すごいなんか感じるんで、はい、なんか辞めるって恥ずかしいってなんか自分の中ですごいずっとあって、はいはい、親にやらしてもらってるのに辞めるってなんだみたいなっていうのがあって、だから辞めれなかったですね。辞めたいと思ったことが腐るほどあります、はい、結構フィーリングは結構多かった、大きかったんですけど、はい、まあ、いくつか内定も出たんですが、僕もともと教員志望だったんですよ、はい、で就活を一回ちょっとしてみようと思ってしてみたら、先生って割に合わん仕事だなってすごい思っちゃったんですよ。やってる人に対してどうこう思うわけじゃないんですけど、はい、お金欲しかったっていうのも、はい、こう僕の親がこう全部奨学金なしで大学まで僕と妹2人を出してくれたんで、しかもスポーツもずっとやらせてもらいながら、僕なんかだいぶ地方行ったりしてやらせてもらってたんで、それに見合うお金ってどのくらい必要なんだろうって計算したんです、就活生の時に、はい、で、少なからずこのくらい必要だなっていうのがあって、はい、それを大手で実現しようと思ったら確実な出世コースにならないとね、じゃない、うん、っていうか、まあ、はい、そこに乗るって僕結構しっかりそのあれですけど、高学歴なんですよね、やっぱり同校 の、はいはい、の方が、そうですよね、確率が多いんですよ、はい、だからじゃあベンチャー行って頑張って頑張ってもお金もらいたいな、若いうちからお金もらいたいなって思って、まあいろいろ泣いてもらいつつもここに決めた、それが現実現でき一番実現できそうな会社だったな。あとなんか働いてる人が仕事好きそう、やるからには楽しい方がいいっていうか、同じ時間こう割くんだったら楽しい方がやっぱり絶対いいんで、まあ一応最初出社して夜が会食もしくはあの交流会があるんで、それまでに訪問であったり会議であったりっていうのをするような形になってます。会社の中にいる時は結構管理部の人と一緒に協力してもらいながら請求書の対応であったりっていうのを、まあ、基本的にやってもらってることが多いんですけど、あ、本当にもう頭上がらないです僕がご紹
会とご案内したお客さんがいるときは基本的に顔出すようにしてるので、あ、まあ、夜はだから会食か座布団にいるという時間です。あ、結構僕行ったときは裏で話したりしてるので、まあまあまあ割と最近馴染んできたかな。あ、馴染んで。3月で卒業しちゃう子が3人いるんで、はい、アルバイト募集してます。はい、時給1200円。おー、高いですね。結構、はい、いいアルバイトだと思う。いいですね。なんか付き合っててお話ししててとかで面白いなとか少しでも思ってもらえたら何かしらどこかでつながるので、別に直接お仕事につながらなくても何かどこかでつながるっていうのはすごいやってて感じ、やり始めて感じたことなんで、何か無駄にしないようにっていうのはその時は意識してます。別に僕の利益にならなくてもその人のお客さんになりそうな人がいたら紹介しますし、それで お店来てくれた人もいますし、そういうのが心がけてる。昔やってた時より気軽にグローブはめれるんで。そうですね。恐怖感をなく。すごい最近だから楽しいです。ミッドウチはあんな楽しいのか。本当に。楽しみ方の、まあ、違います、ね。ベクトルが違うというか、なんか。確かに。エンジョイできてるっていうんですか。いろいろやっぱチャンスをくれて、日々成長は本当にできてるのかなって思うんで、もっとこう与えてもらっているものを有効活用できるように、自分がそこに適応していけるようにしないといけないかなってすごい日々感じながら働いています。全部いただいてもらってる側なので、水谷社長、今回は貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございます。期待に応えられるように、面白い試合をして、座布団の名前を皆さんに広げればなと思いますので、何卒よろしくお願いします。勝ったら何かもらえるんですかね。期待しております。